浜幸子は日本の政治学者。学位は博士。静岡県立大学大学院国際関係学研究科准教授、国際関係学部准教授。生の浜は浜の新事態であり、博士論文等では旧事態で浜幸子と表記しているが、静岡県立大学の公式ウェブサイト等では新事態で表記している。津田塾大学学芸学部助教。 津田塾大学国際関係研究所研究員、一橋大学経済研究所研究機関、研究員などを歴任した。上智学院が設置、運営する、上智大学に進学し、外国語学部のロシア語学科にて学んだ。1998年3月、上智大学を卒業した。さらに、同盟の学校法人により設置、運営される、 津田塾大学の大学院に進学し、国際関係学研究科にて学んだ。2000年3月、津田塾大学の大学院における修士課程を修了した。それに伴い、修士の学位を取得した。2004年3月には、津田塾大学の大学院における後期博士課程を単位取得満期退学した。なお、後年になって、ユーラシア主義の起源。 N.S. トレベツコイと P.N. サビツキーの思想を中心に、と題した、博士論文を執筆し、津田塾大学より、博士の学位が授与された。大学院を単位取得満期退学してからは、2004年4月に、母校である津田塾大学に採用され、学芸学部の助教に就任した。学芸学部においては、主として国際関係学科の講義に携わった。 2006年4月には、津田塾大学の国際関係研究所において、研究員に就任した。また、2009年9月より、アメリカ合衆国のハーバード大学にて、デービスロシアユーラシア研究センターの、客員研究員を兼任することとなった。2018年4月、同盟の国立大学法人により設置、運営される、一橋大学に採用され、 経済研究所にて研究機関研究員に就任した。2019年4月、県と同盟の公立大学法人により設置、運営される静岡県立大学に展示、大学院の国際関係学研究科にて准教授に就任した。国際関係学研究科においては、主として国際関係学専攻の講義を担当した。なお、 大学院の准教授が本務であるが国際関係学部においても准教授を兼務した。国際関係学部においては主として国際関係学科の講義を担当した。ユーラシア大陸とユーラシア主義専門は政治学であり国際政治学、国際関係史、ロシア地域研究といった国際関係論や地域研究に関する分野の研究に従事していた。具体的には ロシア連邦におけるユーラシア主義について研究していた。博士号を取得することになった論文も、ニコライトルベツコイやペトルサビツキーの思想とユーラシア主義について論じたものである。また、新興国における地政学の復権に着目し、それらに関する研究にも従事した。また、文化霊戦論に関する研究にも取り組んだ。これまでの業績のうち、ロシア、 東欧研究史上にて発表したユーラシア概念の最高と題する論文は高く評価されており2010年にロシア東欧学会より研究奨励賞が授与された。学術団体としてはロシア東欧学会、日本国際政治学会、ロシア史研究会などに所属していた。ありがとうございます。